はい、芝です。2歳新馬戦攻略ということで、このチャンネルではやっていこうと思っております。ダービーが終われば新馬戦、ダービーが終わればまた新しいダービー馬を見つけに、来年のダービー馬を探しに、そういった、競馬の流れが始まります。ダービーから新馬戦までが1年、まあ、1年も、横山紀弘騎手が、ダービーを勝ち終わり、そしてまた新たなダービー馬がどの馬になるか、またこれも楽しみなところだと思いますね。新馬戦というのはなかなかね、つきにくいところもあるし、なかなか予想しにくい、馬券買いにくいとか、まあそういった方々も多いと思うので、まあこういうチャンネルを見て参考になればいいかなと思いまして、この番組で発信させていただきます。まあどうぞ最後まで。最後の方にはね、当たった馬券とか出てきますんで、最後まで見ていってください。はい、それでは、一つずつ見ていきましょうか。まず京都5レースですね。このレース、この P がついている文字というのは、POG 雑誌とかだ、そういったいろいろ情報雑誌で押されている馬です。押されていて、まあ、この馬がいいよということでね、まあ、事前に情報を取ってきて、それを、P ということで分かりやすく分別化しています。このちょっとオレンジでタグ機種入ったんですけど、これはちょっとお気に入りの機種。この調教師のところにね、ちょっと青いのもついて、これもちょっとお気に入りの騎士ということでね、まあ分別化してますけども、そう大したことじゃないので、あまり気にしないでください。このレースにおいてはですね、POG 雑誌において、おすすめされていた馬というのは、この9番のネティフラウ、そして10番のキトインザスカイですね。この2頭が押されていたんですけど、まあ人気としてはですね、クナガ厩舎のカムイカル、そしてレイビアですね。松山騎手の中田騎手のレイビアですね。この2頭がまあ人気になってきています。この京都の芝 1400m という新馬戦というレースはですね、はっきり言うと非常に結論から言って、牝馬がえらい強いです。牝馬が強いので、この2頭、P がついていた馬2頭ですね、これいいなと思ってたんですけれども、意外に人気がないんですよね。で、自分が事前に狙っていた馬、このネティフラウの方です。ネティフラウというのはこうサンデーレーシング、ノーザンファームおとなし厩舎ということでね、一流の、スタッフが揃っている、馬で、これも期待されている馬で、これミキアイル3区でね、母方王様ゲンということで、火の打ちどころがあんまりないんですよね。これ調教見てもそうなんですけども、ハードでね、51秒台がバンバン出てます。で、姉妹はこう13秒12秒9、13秒3ということでね、ちょっとしまいはかかってるんですけど、これはおとなし厩舎の特徴でありますので、はっきり言えばこのミッキーアイルという血統で、この反応時計であればね、もっと人気になるだろうと。しかもこれサンデーレーシングですからね、3倍4倍ぐらいの人気になるだろうと思っていたところは、意外に人気がないとね。これなんでだろうと、はっきり言って自分には分かんないです。これ近親とか見てもねシンプルゲーム、ハッピーオーサムということでね、そんな悪くもないですし、ミキアール自体のね、単勝回収率もそんな悪くないですから、これなんで人気がないのかね、はっきり言って、私素人なんでよくわかんない面もありますね。新聞の印とかね、そういったもので一般の方は買われるので、そういったところでちょっと印が薄いのかなとか、担当の厩舎さんやいろんな関係者からもあんまり買われてないんだろうなっていうのがね、ちょっと不思議ですよね。この単勝、5倍以外、三つどもえぐらいになってこればね、このまで決まり、ネティフラウで決まりだったのかなと思うんですけれども、ちょっと人気になっていない。ここはね、競馬歴自分は長いですけれども、こういうことは多々あるんですけど、こういう馬なんか危険ですよね。ちょっと予想に反してオッズがつきすぎてる。人気がちょっとないなという感じで、ちょっと不安があります。そしてもう一頭、このキトウインザスカイ。このキトウインザスカイという馬はね、ものすごく血統馬です。近親を見るとわかるんですけれども、トリオンフ重賞勝った馬たちですね。最近はちょっとなかなか一生勝つのも難しくいっていう感じでなってますけれども、基本的に血統馬ですんで、なかなか回収率のいい血統です。押されるのも分かりますよね。この父シスキンということになって、これも今年度初めての、種馬なので、この辺がちょっと分からないという点がありますよね。そして人気になっていない最大の原因というのが、調教ですね。調教時計がですね、これ姉妹は12秒台ということで、出てるんですけど、11秒2、12秒8ということで、全体時計がね、これ58秒、57秒ということでね、早くても55秒9ということで、全体時計がかなり出ていない。
この辺がちょっと不安ですよね。短距離の 1400m の新馬戦なのでね、もうちょっとやっぱり全体的に時計が出てないとちょっと苦しいかなという気はしました。はい、この時点でね、まあ、ちょっとこのレース人気になっているこのレイビアなんですけど、この馬はね、パドック見たんですけども、当日のパドックは非常に良かったです。そしてタワーブロンドということでね、短距離系の、決闘であるということ、近親的にはね、もう本当に目立つものがないので、この辺もね、あんまり良くはないですよね。近親的にはまああんまり良くないという感じ。ただ調教ですね、人気になっている要因としてやっぱり調教反路調教はね、やっぱり52秒ということで、姉妹も12秒台が出ててね、前半が出てて、加速ラップも出てますし、いいんじゃないかな。この調教が売れて、そしてパドックの馬体を見て売れてて、また松山騎手ということでね、売れてるんだろうなという感じですけど、なんかちょっと危険な感じがしますよね。そしてこのカムイカル、福永騎手の、福永調教師になってからね、初めての新馬戦になるのかな。まあ期待という面でね、この 2.8 倍ということで背負った、このカムイカルっていう馬自体はですね、そんなに悪い馬じゃないと思います。まあそんなによくはないか。まあ父方のね、シルバーステートというところではちょっと早めを、期待されているのかなという感じはありますよね。そして調教、調教の方も53秒台ということで、そんなに目立つ感じはないですけれども、なんか評価されるものがあるんでしょうかね。これ辺も実際には私自身わからないので、はっきり言ってこのレース、腹の書く可能性もあるなって、そう思います。この辺の牝馬ですね。この辺の牝馬たちがちょっと人気になっている馬たち、来るのかなと。このマナミンなんかもそうですし、ちょっと危険な匂いもありますよね。バリオーサ、この辺が来てもおかしくないです。ちょっと波乱しそうな感じというところでもありますし、馬券的にはちょっと見送りなのかなと思いますよね。買いにくい。ただこのネティフラウト、北ウィンザースカイがね、どんなレースをするのかっていうのは、見るだけ。馬券的には見送りです。キトインザスカイいいですね。これもネティフラウの方はね、もうこの気象が安定しなきゃ話にならんという感じですね。もう外回って、こんな大外ですもんね。乗り方としてはもうちょっとめちゃくちゃレースになってないという感じですね。キトインザスカイいいですね。全体時計がね、ちょっと遅かったので、ここ買いにくかったですけれども、これ出世するかもしれないですね。いい馬だなと思いました。全体時計が遅い馬だということを、やっぱり最初からやっぱり分かって、抑えていく必要があると思います。全体時計遅くてもね、ある程度前に行けるので、この馬ちょっと出世するかもしれないですね。そしてこちら東京5レースの方ですね。このレースはミリオンローズ、クライスレリアーナ。ここら辺に O という字が書いてあるんですけど、この O というのはですね、P というよりもいろんなところで、推薦されている馬です。結構 POG 人気にもなるだろうなという感じで、特にこのクライスレリアーナなんでものすごい POG 人気になっている馬ですよね。サートルナーリアのね、小川新馬戦に出てきたということ、このシューマというのがですね、近親で。プレステージキングにヘリファルトということで、もう本当にノーザンファームサンデーレーシングの決闘ですよね。期待されてるんでしょうね。相当期待されてるというのは分かります。これがルメール木村哲也厩舎ということで、昨日新馬戦勝ったタイプと同じですよね。木村哲也厩舎というのはクラシックの四天王って自分で勝手に言ってるんですけれども、ルメール木村哲也厩舎、そしてこの POG でものすごく人気になってる馬にもかかわらず、この 4.8 倍というのはね、単勝がいまいち売れてきていない。ここら辺がやっぱりシビアなのかなと。非常でシビアなのかなというのは非常に思いますよね。もっとね、被ってくる。もう1倍台前半までひょっとしたら来ちゃうんじゃないかなという感じを受けてましたけど、実際にはこう、三つどもえの中で、3番人気というね。この時点でもう信用できないですね。個人的にも長年の勘なんですけども、こうやってあんまり人気にならない馬っていうのはあんまり信用してないですね。もっとね、被ってきてもらった。せめて2倍台、中部順ぐらいまで来ればね、このクライスレリアーナあるのかなと思うんですけど、これ調教も見たんですけど、ちょっとね、遅めなのかなと。少し時間かかるのかなという感じもありましたし、
サートルナリア自身もね、よくわからない。近親血統としてもね、そんな目立つ馬もいないということで、この人気は、妥当なのかなと思いますね。POG 人気はありますけれども、妥当なのかなと。そしてこのモレイラ騎士のエンプロイダリー。これアドバイアマーズですね。これも新種ババ。そしてロッテンマイヤーということでね、母方の血統。母方の血統を見てね、全成績で 90% 回収率があるので、そこそこ走る血統だと言えますよね。この新馬戦に特化した強さ、強いですね。これ、新馬戦7勝ですよ。ただ、新馬戦全体での回収率7勝で、157% ということで、新馬戦にこれ強いんだろうなっていうのありますね。ただ、牝馬4勝してる割には回収率は 89% ということで、単勝図がやっぱりこの悪くないですね。非常にいいとは思うけれども、やっぱり人気になったところで勝ちきれていないのかなというのはありますよね。悪くはないです。モレイラ騎士が乗ってますしね。モレイラ騎士が乗ってて、それで一番人気で、新馬戦も強い血統だということで、狙いになるのはよくわかるですよね。そして2歳ですね、このメルキオール、ナダルの子ですね。そしてオルグジェンダ、これは確かモーリスの子かな。そうですね、モーリスソシアルクラブということで、この2歳馬においてもね、こう P が出てきてますんで、いい馬なんだろうなとは思います。こういうふうにね、いろんな血統の活力、いろんないい馬がこう集まりますんで、血統的には非常に良くなる傾向がありますよね。いいんじゃないかなと思います。ただ、POG であんまり押されてないですね。これ、因がついてないということは、少しね、何かあるんだろうなと思います。この辺にちょっとはついていれば、この今、狙ってもいいのかなと思いましたけど、ただ、この辺がちょっと不可解かなという感じがあります。そして、今回ですね、私がこの、今日の新馬戦で勝負したい馬はこのミリオンローズです。このミリオンローズというのはね、調教も、動画見ましたけど、かなりいいですし、スワーブリチャードということで、ある程度実績がありますしね。近親もですね、近親、全体でね、芝で、86%、一番に、牝馬においてはこれ8勝ですよ。8勝で 128% あるんですよ、回収率が。非常にいい血統なんだろうなと思います。この血統、はい、初戦もいいですね。初戦も126% ということで、回収率もいいですし、あんまり火の打ちどころがないですよね。そして、ここで言いたいのは、この、池谷さん、馬主の池谷さんですね。この池谷さんという方は、ノームコアを持ってた方です。ノームコアを持ってた馬主さんで、見る目があるんでしょうね。結構、いい馬が多いんだろうと。そして今年の2歳馬ではね、エピアネイア、ノームコアにエピアネイアをつけて出てきます、シルバーレイン。これがですね、POG でかなり人気になりそうな馬で、自分もね、かなりいい馬なんだろうなということで見ている馬です。こういうふうにね、オーナーさんに勢いがある場合、今年の2歳馬ね、このシルバーレインや、シルバーレインとこのミリオンローズの2頭だけなんですけれども、この2頭がですね、荻原厩舎の中心になりそうな、馬ですよね。はい、東京これですね。ここは1番の単勝買わせていただきました。いいですね。スタートはいいですけど、ここでちょっと引っかかるような感じ。4番の方がね、引っかかってないですね。いい感じで走ってると思います。エンブロイダリーもやっぱり初戦向きなんだなと思いますよね。これ見るとね、いい感じで乗れてますもん。グライス・レリアーナはここでちょっと遅れちゃうんですよね。ここまで中段まで下がってしまうと、ちょっときついだろうなと思いますよね。挟まってますし。この辺がやっぱり不器用なのかなと。サートルナリアという種馬自体がやっぱりあんまり、伸びしろないのかなという気がしますけどね。初戦向きではなさそうですね。これ1番もうここでガッチリなんとか抑えてます。ギリギリ。抑えてくれっていう感じでやってますね。横山武史騎手、この辺ちょっといいですね。頭出てこれるかどうかというところ。ここで、
ここでミリオンローズ最打ちつきますよね。まあ2歳引き馬でねこういうことやるとあんまり良くはないんですけれども、ここ抜けたところ後ろから4番、エンブロダリー襲ってきますよね。もうここまで来てねやっぱミリオンローズ抜け出すのはまあしょうがないですね。内枠だったんで、まあ抜け出しが早くなったのはしょうがないけれども、ミリオンローズねやっぱりちょっと抜け出すのが早くなってきちまったら仕方ないですよね。まああのままいたらちょっと揉まれて終わってしまう可能性ありますからね。まあ抜け出す足は早かったですし、完勝じゃないですかね。この馬が抜け出してこなければエンブロイダリーも道なかったですからね。クライスレリアーナなんかちょっと時間がかかりそうなので、次はかなりいいんじゃないかなと思いました。まあ、ミラーキックフォース騎士が乗るんですけど、3億3000万というね非常な高い馬です。キングダムコスモポリタンクイーンというね、まあ、ちょっとよくわからんような血統の中で、3億3000万というのはよほどね馬がいいんだろうと、セリーで見せた、馬が非常に良いんだろうと思われますね。まあパドック見た感じすごくあのこの馬良かったです。はい、まあ高い馬な非常にいいんだろうなと思ったんですけども、この芝 1400m 戦というのは基本的にね牝馬が強いんですよね。そしてこのルメール騎士のカルデライトかな、これ1月11日馬とかなり早めの出生でして、まあ何も押されてはいないんですけれども、ナダルの初芝馬ナダルのね、血統が出てきますんで、初勝利ここで目指してやってくるのかなという気がしますね。この森一世必要教師ってあんまりよくわかんないけれども、まあこれが人気になるのわかります。この 2.5 倍になっているというのはミラコーセ騎士がもう信用されてないということ以外にも、この芝の 1400m 戦というのはね、やっぱりちょっとボバが勝ちにくい。まあ勝つとしたらもう逃げてそのまま一気に勝ってしまうか、溜めてね、上がり最速を出して勝つかのどちらかだと思いますね。このスターウェーブ、はい、いい馬だと思いましたけど、この芝 1400m というね、条件でちょっと、手が出にくいなと思いますし、このカルデライトも 2.1 倍ですもんね。これは3倍とか4倍とかついたらちょっとこれで遊んでみたいなという感じはありましたけれども、このレースもちょっと見送りですね。芝の 1400m ははっきり言って荒れる可能性が高いレースですので、新馬戦の芝 1400m も、まあ、あの、アーモンドアイでも負けるようなね、そういう条件ですんで、やっぱり展開とか勢いとかついてしまうと止められない。馬の能力だけでも決まらないという面もありますんでね、今回このレースは見送って、また来週にしたいと思いますね。スターウェーブいいですね。スタートよくここで抑えて、まあいい感じで運んでると思いますね。乗りやすいんでしょうね。もう筋肉質ですごく走りがいいです。もう6番の馬ね、これ、ルメールの馬。まあこんな後ろ下げるとは思わないですよね。ほんと馬券買ってなくてよかったと。どうせ瞬発力ないですからね。ここの位置はどうなのかなと思いますね。対して3番のね、スターウェーブはもうおそらくもう瞬発力の塊だと思いますんで、この時代で馬券を変えるんならもうスターウェーブ勝ちますね。スターウェーブいいですね。もう揚力たっぷりですね、これ。スターウェーブが抜けたので、これ6番のカルデライトは道ができたという感じなんで、力の差は明らかですよね。まあ圧倒的にこれはもう、スターウェーブの強さだと思います。強かったと思いますね。上行っても期待できるんじゃないですかね。さすが3億3000万。おめでとうございます。はい、新馬戦最初の週が終わりました。たった1週間だったですけどね、結構内容熱かったなぁと思いますね。クラシック候補たくさん出てきたと思いますし、また来週からもね、良い馬、まだたくさんいます。いくらでもたくさんいますんで、まあいろいろ紹介できていったらいいかなと思いますね。気に入っていただけた方、楽しんでいただけた方はぜひまた高評価、いいねなんかもよろしくお願いいたします。では、またやると思いますんで、その時はよろしくお願いいたします。